よし、こんにちは、節研です。イエイイエイ。うわ、すげえ道が綺麗。今日は3月の14日になりますね。おお、すげえ道が綺麗になったじゃん。今ここを走ってるということはどこへ向かっているかお分かりとは思いますがちょこっとね、大鍋林道のね、視線の調査に行ってきたいと思います。ちょっと前にね、ヨーシーさんたちと大鍋林道を抜けて問いの方まで行ってきたけど、その途中にね、ちょっと前ここを調査してこいっていうことをね言われたのを思い出して今向かっているところです。衝撃的な出来事から一夜明けゴリラがねエンジンストップしてしまったんですけれども、まあどうなんでしょうね。さっきもちょこっと触ってきましたが、これ触るからにはね、なんか映像残したいなと思って、自分の家の、あの車庫の中だとちょっとこう暗いし狭いので、どっか使わせてくれる場所がないかなと思って今探し途中です。でちょっとね、一軒ね、曲がりできそうなところがありますので、そこに、明日その人と会うのでちょっと相談してみて、借りれそうだったら、そこでね、いろいろバラしたいと思います。やるからにはね、せっかくね元ブロガーを名乗っている、なのでバイクネタでね皆さんに提供できる映像はどんどん出していこうと、知識としてはね、中の中ぐらいかな、すげえ知ってるわけじゃないけど、一通りのねことは経験はしたので、ずっと昔だからね、とりあえず説明書をね全部ダウンロードするところから始めないと電気関係かなっていうね、ガソリンは言ってたので、電気関係は、ガソリン関係は OK だということで、なので次はね電気関係をね調べていきたいと思います。止まったね、何の話をしてるのか、何の話をしてるのかっていう疑問に思った方はね、右上にねペコって出てきたんでしょ、そこをクリックして止まった時の映像をご覧ください。おお、え、なんだ今3速と4速の間にニュートラルがあったな川崎あるあるなんでしょこれこの先どきの丸二輪も通れませんって書いてある。じゃあ後で行ってみよう。雨がかなりね、豪雨だったんですけど、その割にはね綺麗だね、道がもっとすごいかと思ったけど、はい、来た。ちょっとこう、でも乾いてるか。これ行きましょう。やべ、忘れちゃったな走り方。ゲート、こんにちは。なるほど、
いいね、お気をつけて。はい。いやこれはね、舗装工事をやってるようですよ。まったく、せっかくここまで来たっていうのに。戻りますか。よいしょ。ということでね、しばらく通れないのかな、道路工事してるって言ってたから、まあ、その道路工事が崩れたとか、そういうのの道路工事なのか、はたまた舗装してるのか、それはちょっとわからないんですが、まあしょうがないね、通れないっつうもんはねしょうがない。まあでもこの間、逆に言えばこの間通っといてよかったなっていうところかな。ってことでね、国道まで出てきましたけど、消化不良ですね。今日はこんな感じで終わりますが、まあ、またね、近々暖かくなってきたので、どっかツーリングにでも行ければなと思っています。無駄にね、泥だらけになったっていう。ってことで、今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。まだチャンネル登録もどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。5月で元ブログ始めて1周年になりますので、そちらでの、ね、企画もね、ちょっとね、考えていますので、ツイッターではね、ちょろっとだけね、匂わせたんですけども、まあそちらもね、ちょっとずつ計画をしていこうと思っています。まあ、フォローもねお願いします。 Facebook もね、お友達登録ね勝手にしていいので、どうぞお待ちしております。ってことで、つつけんでした。じゃあねー。